まあ、ここね監督がクラモスキー監督になってから、はい、やっぱり守備のところの安定っていうのがありますから、今日もしっかりとした守備の中からやっぱ縦に速い攻撃、ちょっと言い方悪いですけど、はい、それは上手くなりますよね、はい、である程度のミスも許容してくれますからね。抜けたチャンス、ゴールに向かった FC 東京、クソユンが出ました。その辺のこう駆け引きというのも見事だと思いますね。ディエゴ・リベイラ、さすがのキープ。最後パスだ、変わらずビダー、ディエゴ・リベイラ、ナイスキーパー、クソユンです。小泉のパスです。クルス対決、白井のマイナス、こぼれ球、もうこれはこぼれ球を押し込んだ渡辺龍馬、白井が絡んだ東京の先制ゴール。36分、均衡破る。ここうまくね背中取りましたよね、小泉、そして白井ですよね。ちょっと京都としては思うようにクリアできなかったということあると思いますけれども、まあ、そこのねチャンスを逃さなかったですよね。石の隙ですよね。で東もうまくですね渡辺を見ていてですね、うまくどこだ、宮野、松木を狙った、その後ろ、長友がふんわりとボックスの中、真ん中チャンス、東、右足、されたんですけど、長友が落ち着いてましたよね。エンリケ・トレビゾンだと思いますけど、うまくねボールから逃げるような動きでフリーになりましたよね。そこヘディングで折り返して、東もねディフェンスの前で胸でコントロールして持ち出しての逆サイドへのシュートですよね。完璧なシュートだったんじゃないですかね。ヤジラ入れていいんじゃないですかね。そうですよね、まさに入れました。ちゃんと逆サイド左足、ミサオのヘディング、ナイスクリア、パトリック、最後森重だったか。中川がドリブルに入る、いった、中川がいった、中川が少しスピードを落として外を見た、そこには長友がいた、スプリント、アダイウトン、後ろからジャ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 シルバ、ファイナルホイッスル、試合終了です。FC 東京、